マックスビューティー、マックスビューティー、1984年5月3日から2002年2月27日は、日本の競争馬、繁殖品九1986年に、中央競馬でデビュー。1987年初頭より連勝を始め、品馬クラシック競争の大歌唱、優秀品馬、オークスを含む8連勝を遂げる。秋には、 史上に遠目の頻馬三冠達成が確実視されたが二着と敗れ、三冠を逃した。以後は低迷し、一勝を加えたのみで引退。通算十九戦十勝。その場面から、究極の美女とも称された。その後は、繁殖頻馬となり、日本とアイルランドで共用。三区は全て日本で走り、重傷勝利馬は生まれなかったが、大花賞。 オークス各三着のマックス・ジョリーほか二頭のオープンウマを排出した日本中央競馬界の広報誌優秀が2000年に選定した20世紀のベストホース100に名を連ねる1984年北海道浦河町の境牧場に生まれる父ブレイベストローマンはアメリカからの輸入馬で当年日本における初年度産区の東海ローマンが 優秀品馬オークスに優勝をることになる。母藤田カレディは競争馬時代四0 0 0賞という成績だったが、その母系は1900年代に輸入された族に、小祝品馬と呼ばれる一頭タ等大乱つく委ンに、遡り、近親には、前末、藤間旦那といった、重賞勝利馬がいた。当初、藤田カレディの後輩相手にはマルジェンスキーが予定されて、いたが、発情が早く来てしまい、 その日予定が埋まっていたマルゼンスキーとの後輩を断られた。このため同じ浦川町につなぎようされていたブレイベストローマンに相手が急遽変更されたものだった。場所の坂井公平がなぜブレイベストローマンを選んだのか自分でもわからないと語る偶然の後輩であったが誕生した牝馬は柔らかい筋肉を備え、筋性の取れた甲馬体を持っていた。 堺は生産した小馬に対して、A イコール走りそう、B イコール普通、C イコールダメそうという三段階の評価をつけていたが、本馬には唯一例外的に、超 A がつけられた。誕生の翌週、中央競馬調教師、伊藤雄二が牧場を訪れ、どこにも欠点のない馬と高く評価し、その場で勾配を打診。藤田カレティの調教師であった。 松山義三郎の了承を得て伊藤が管理することに決まり彼と信仰が深かった田所優の所有馬とされた田所は伊藤に預ける馬にマックスという冠名を用いており写真を見せられた際に美しい馬と感じたことからマックスビューティーと命名したその後も幼駒の品評会で優秀賞を受賞するなど順調に成長二歳秋から 小ぎふし牧場で育成長教を積まれた後、競争年齢の3歳となった1986年6月より伊藤の管理下に入った。7月13日に札幌開催でデビューする予定だったが、左前足のひずめ玉園のため出走を取り消し、8月3日の函館開催で改めてデビュー。柴田正人を安城に日着に四馬審査をつけて、 逃げ切っての初勝利を挙げた。その後は、函館山菜ステークスに出走するが、不良馬場もあり北斗ヘリオスに大きく離されての四着に、敗れた。その後一時休養し、ラジオ短波杯三歳品馬ステークスに出走。当初は柴田が起乗を続ける予定だったが、柴田側の事情により騎手が、見ない勝村に変わり、同感場から一場審査四分の一差の二着となった。 これまでに起乗した騎手はスピードを評価する反面、ダッシュの遅さや若さを指摘していた。一方で、伊藤は、敗れた2戦について、箱館では、重場場という明確な敗因があり。ま、翌1987年1月、条件戦の購買賞ではスタートで出遅れるも、最後の直線で先行勢を一気にかわし、2着に2馬審査をつけて2勝目を挙げる。続く、 バイオレットステークスから田原正貴が帰場。田原は前年6月に落馬事故に愛人像の片方を摘出し、当年1月に復帰後初の重傷勝利を挙げていた。未来が服部正リ支給者の法栄ソブリンに帰場するため、再び義手が変わったものだったが、田原をデビュー当初から起用していた伊藤は、その復調を待って帰場させる機会を伺っていたいう側面もあった。 この競争は3番鉄位層から2着に5馬審査をつけて勝利。クラシック初戦、大賀賞への前哨戦としたチューリップ賞では、田原が全く追う動作を見せないまま2馬審査で利した。4月12日の大賀賞は、前年の最優秀3歳品馬で、前哨戦、放置杯4歳品馬特別を制してきた構成と人気を分け合い、マックスビューティが、 単勝オッズ3.1倍の一番人気、構成が3.6倍の二番人気となった。マックスビューティは、コースタートから道中では先行勢の直後につけた。最後の直線半ばで先頭に立った後は後続を離す一方となり、二着構成に八場審査をつけての優勝を果たした。総破タイム1分35秒1は、 1975年の優勝馬テスコガビーのレースレコード0秒2差の史上2番目の記録であった。八馬審査という喫茶もテスコガビーに次ぐ2位の記録であったが、田原はマックスビューティーについて疲れが溜まりやすい馬であると感じていため、一杯に追わない競争を続けていたものの、今後の経験のためにと本競争では後続に差をつけた後も追い続けたのだという。伊藤は、 戦前に、タバの陣営が、マックスの五馬身後ろにいたら差し切れると話していたのを、見て、ちぎってやろうと思い立ち、田原に、今日は追ってみてくれと指示していた、述べている。この時点で、前年に、史上初のヒンバ三冠を達成した、メジロラモール以上、テスコガビーに匹敵するヒンバではないかとの表も、生まれていった。自には、ヒンバクラシックである、 優秀品馬、オークスの前哨戦、産経スポーツ賞4歳品馬特別に出走。これは、マックスビューティの調教の動きから、左回りの競争に不安があってんと、馬体、双方、決闘から見て、1600メートルから2000メートルの距離が向くと考え、1600メートルの大歌唱から、いきなり2400メートルのオークスでは、 距離延長が厳しいのではないという点を考慮した選択だった。この競争では、田原が春の天皇賞で西のライデンに乗り失格、騎乗停止となっていたため、三歳児の函館以来で、柴田正人が騎乗道中三から四番手から、最後の直線で楽に抜け出し、二着に一番新反差で勝利を挙げた。柴田は三歳児に比べると、腰が、 ぐんと強くなったという印象を持ちました。レース経験を積んでいけばこうなるんじゃないかと思っていましたけど、予想以上に良くなっていましたねと感想を述べた。5月24日に迎えたオークスでは、2400メートルの距離、重ババという2つの不安要素が重なりながらも、オッツ1.8倍の一番人気となった。スタートが切られると、速いペースとなった前半は後方に控える形で、 進んだ。千メートル通過後に、ペースが緩んだ際、後成と接触して、マックスビューティーが先へ行きたがったため、田原はそれに任せて一気に先段へ進出。最終コーナーで再びペースを緩めてからスパートを、かけると、逃げ粘るクリロータリーを残り百メートルで捉え、同馬に二馬審査をつけて勝利した。大賀賞、オークスの二冠は、史上八頭目の記録となった。伊藤は、 田原の騎乗について、二段構えの仕掛けはさすがだ。百点満点の騎乗と称え、また田原は、他の馬とはエンジンが違う。他が 1500cc なら、マックスは 3000cc の排気量だと語った。史上二頭目の、品馬三冠への展望を問われると、伊藤は、二つ取って三つ取れなければ笑われてしまうと述べ、田原は、目標というより使命でしょうと断言した。 夏の休養を経て、秋は神戸新聞杯から始動、日本ピロマーチ、ゴールドシティ、長官イデュールと東京優秀、日本ダービーの3から5着馬と顔を合わせたが、これらを難なく尻け楽勝した。続いて出走したエリザベス女王杯へのトライアル競争、ローズステークスでは、2着にハンバーシーンまで迫られながらも、田原がほとんど追うことなく勝利した。 ヒンバ三冠最終戦、エリザベス女王杯、11月15日は、前年のメジロラモーヌに続くヒンバ三冠達成が確実視され、単勝を追って1.2倍の一番人気、単勝支持率では、同馬の58.3%を上回る61.5%を記録した。スタートが切られると、同中は中断を進んだが、第3コーナーから田原との折り合いを書いて、 先へ来たがり、やむなく、田原は残り六百メートルからスパートをかけ、直線入り口で先頭に立った。そのまま後続を突き放したが、中段から差し込んできたタレンティドガールに残り百メートルでかわされ、同馬から二馬審査の二着に終わり、三冠を逃した。田原は、直線では自分の馬も伸びている。でも二千四百メートルであんな足を使われるとはと、敗戦の弁を述べた。 田原は後年、夏を越してから、レースに行ってかかるようになっていたのが響いての負け、であったと述べている。3冠はならなかったものの、年末のグランプリ競争、有馬記念のファン投票では136,665票を集め、同規模場のクラシックに関場桜スター王に次ぐ、第2位選出で出走。当日は4番人気の指示を受けたが、同期場メリーナイスの落馬。 桜スター王の故障とアクシデントが相次いだ中で見せ場なく10着と大敗してシーズンを終えた。5歳となった1988年以降は勝利から遠ざかり8着と敗れた4月の大阪杯の後には競争内容について田原と伊藤が対立し田原が降板。これ以降田原は引退まで伊藤急車の馬に起乗することはなかった。 以後も連敗を続けたが、10月のオープン特別競争、オパールステークスで約1年ぶりの通算10勝目を挙げた。その次走、スワンステークスで9着となったのを最後に引退。12月4日に、阪神競馬場で引退式が行われた。伊藤によれば、マックス・ビューティは、エリザベス女王杯の後から投手が失われていったと、言い、走る頻馬がこうなったら、 もう終わりを意味するのだが、この馬になんとか二桁を勝たせてやりたいと思い、もう一年置くことになった。九章と十勝章では、肩書きが全然違ってくるからなのだが、これも人間の欲望ということなのだろう。馬には、かわいそうなことをしたと思うと実感している。故郷、堺牧場で繁殖品馬となったマックスビューティーは、 1990年に初語として父リアル社大の頻馬を出産。マックス・ジョリーと命名された同馬は1993年の大賀賞、オークスでそれぞれ三着と活躍した。同年12月、坂井康平はかねて計画のあったマックス・ビューティの塔を実行に移す。日本の在来決闘馬が欧米の頻馬に劣らないことを示したい。また、牧場の長期的見地から。 欧米の最高級守護馬の血を持つ貧馬を残して置きたいという考えによるものであった。1994年にはカーリアン、1995年には前年不受体だったサドラーズウェルズとの交配に成功したが、いずれも誕生したのはお馬であった。マックスビューティはさらにアメリカへ移される計画があったが、この頃日本ではサンデー・サイレンス、トニー・イーヴィン、 ブライアンズタイムという欧米からの輸入手ボバ3頭の3区が高レベルで競馬界を席巻しており、もはやアメリカに移す意味がなくなったとして予定を変更し日本に戻された。帰国後のマックスビューティは受胎率が低下し、1996年度はサンデー・サイレンスと交配され不受胎、1998年には同馬との間にボバ、プラチナ・サンデーを生んだが、 その後は2年連続で不受体となり、2001年にコマンダー・イン・チーフとの大馬を出産した後、低用炎を発症する。獣医学部出身の堺井は、予後が悪いことを予見しつつ、一流の望みを託して、国内最高の設備とスタッフを持つ八代大、ホースクリニックにマックスビューティーを予託したが、そこでも病状の進行は止められず、2002年2月27日に、 安楽死の措置が取られた。18歳没。マックス・ジョリー以外には、第3個マックス・ウィンザー、七ノーザン・テストが5勝。1994年に、史上6番目の高額、当時となる1億円で取引された4番個超快来人、七ダンシング・ブレイブが8勝を挙げ、いずれも重傷勝利はなかったが、中央競馬のオープンクラスまで上った。堺牧場に残った。 唯一の後継品は、マックス・ジョリーは、初産句出産の際に、子宮大動脈破裂で死亡。残された父でインヒルのメスゴマ、ビューティーソングは大事をとって競争馬としては使われ、同馬が8番子として生んだ心の愛が、マックス・ビューティーの子孫から、初の重傷勝利馬となっている。父ブレイベスト・ローマンは、ダートでの活躍馬も数多く排出するパワー型の、 種ボバとしても知られていたが、だから世紀は、マックス・ビューティの優れた瞬発力について、祖母の父パーソロンらの影響を指摘している。記述の通り母系の日本における祖はタイランツクイーン、であるが、この血統は十戦無敗のまま死亡し、幻の馬と称された時のミノルを生んだ血統として知れる。マックス・ビューティはその姉、伊豆ダの六代孫である。 主な近親直系子孫は省く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。